えー、それではお時間になりましたので、今日のユニークキャリアラウンジを始めていきたいと思います。えっと、今回は、えっと、486回目ということで、えっと、柴田悦子さんにいらっしゃっていただいております。えっと、タイトルは、えっと、回り道や悩みも人生の軸を見つける機会になる、えー、ラジオパーソナリティ柴田悦子さんに聞く自分らしい夢の形とはということで、今回お話を伺っていきたいと思います。柴田さん、今日はよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。 ではえっとまずですね柴田さんのえっと自己紹介からえっと今日の会を開始させていただきたいと思いますので柴田さん簡単に自己紹介をお願いいたしますはいありがとうございますはいご覧いただいている皆さんありがとうございますあはじめまして柴田絵子と申しますと私は今インターネットラジオのパーソナリティとしての活動を行いながらちょ今はフリーという形でえっとアナウンスや、えー、ライティング PR といったことをまあ柱にしながら。 あの仕事や活動をあの行っています。で、まあ、その原点的な話にあのキャリアっていうのが、えっと高校時代の放送部での活動が、まあ結構大きな限定になってまあ、アナウンスの活動とかまあ、メディア周りの仕事や活動につながっていったっていうこともあのあります。なので、今日は自分のストーリーも含めていろいろお話しできること、とても貴重な機会だなと思いながら参加をさせていただいております。はい、どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございますすよろししくお願いしままでは、えっと、まず少し今の活動のところについてお伺いをしたいんですけれども柴田さんは「笑顔の港」というあの番組であのパーソナリティをされていると思うんですが、はい、こちらはえっとどんな番組でどんなことがこう伝わったらあの視聴者の方にいいなと思ってやられているような番組なのかそういったところについて教えていただいてもよろしいでしょうか。あはいい笑顔のの港とうう番組なんですがそうですすがそねあの 結構いろんな学生さんから、まあ、社会人の方までを基本的にはゲストにお呼びをして、えーとまあ、ワンオンワンだったりという形であのお話をしています、はいで。30分間の番組になるんですけれども、えー、とよく話すあの番組の,その内容としては、まあ、お仕事や活動への思いだったりとかあとまあ地域活動とかそコミュニケーション教育とか結構いろんなテーマであの本当ゲストさんに にもこうよ、あの、よるんですけれども、お話をさせていただいています。で、私のラジオの本当に千葉の特徴というか、そういったものは、えっ、ー、と、結構その事前にもこう打ち合わせをして、やっぱりお互いの。 本音だったりとか今やってる思いとかをザックバラんにあの対話をしてお互いの自己理解をするっていうところをすごくこう大事にしているんですけれども、うん、なんかその時間結構すごく楽しくて <laughs>、はい、それでなんだろう,なんだろうやっぱりお互いのことを知ったり気持ちよく話せるっていうそういう場作りをなんか行うことでなんか今自分生きてて楽しいなとか。 なんかこう今後にもこうつながるようなこう元気を蓄えるようななんかそんなラジオ活動としてあの行えているかなというふうにあの思っております。なるほど、素敵ですね。事前のあのやりとりを大事にされていて、お互、はいの,の話しやすい場作りを意識されてるた、はい、ということなんですね。はい。なんかそれをやるにあたってそういう場を作るにあたってこう意識されていることとか、その時にこう会話することを意識されていることとかってありますか？ あそうですね、やっぱりその話をこう気持ちよく、こうなんだろうな、やっぱりこ相槌だったりとか、まあ、笑顔っていうところはもちろん大事にしつつ、やっぱりどうしたら相手の方が気持ちよく話せるのかなっていうのをな結構意識をしているのかなというふうに思っておりますありがとうございます、まあ、その方が話したいだろうなってポイントを考えながら、釣り合わせをしたりとか、うん、そういったことを事前にやってらっしゃるようなイメージ <laughs> あそうです、そうです。はい、はいはい お互いの空気感を見たりとかも含めてって感じですかね。はいはいありがとうございます。先ほどそのちなみにいろんなこうテーマでテーマというかその、うん、テーマはその思いをお聞きしたりだったりとか、うん、まあいろんなこう分野に広がっているとおっしゃったと思うんですけども例えばどんな方がいらっしゃってお話しされているとか、はいはい、なんかあの特徴的なものとかあったりしますか。あそうですね。 でも結構、みんな出てくださる方たちは基本的には私がこう応援したいなとかなんか素敵だな、尊敬するなと思える方たちにあのオファーをさせていただいていてそうですね結構、ジャンルとしてはいろいろ出ていただいているんですけれどもそうだな,なんか今、オンラインでリモートでも収録ができるようになったので結構、全国各地または国を超えるときもあったりして <laughs> いろんな方に出ていただいています。 なるほど。はい国を超えても海外に。はい。方などにもこインタビューされてるっていうことなんです、ねあ。そうですね。はい。はい、あのフィジーというあの南国の島に。ね、<laughs> あの。 住んでいる日本人の方とあの、まあ、以前私が登壇したオンラインイベントの参加者さんとして聞きに行ってくれ来てくださった方がいらっしゃって、はい、でその方もすごくこう素敵なあの仕事や活動とか思いを持たれていたのであのラジオをさせていただいたんですけれども、ね、まさかこう時差もある中で <laughs> あのラジオをしてああ 今だったらね、こうオンラインでなかなか直接会うこともできず、寂しいこともありますけれども、逆にいろんな方々にこうインタビューできるっていうところは最近いろんな幅が広がってるなというふうに感じています。そうですね、はい。もうオンラインだからこそ、まあ場所関係なくいろんな方に、はい、<laughs> 話を聞けるってすごい世界になってきましたね。<laughs> はい、そうなんです。はい。ありがとうございます。じゃそのようなえっと今ですね、あの思いを持たれて、あの大事にしている価値観もあって活動されている。 柴田さんなんなですけれども、まあ、どういうふうなルーツがあってそういった思いを持たれるようにこういったったのかっていうのをお聞きしていきたいなと思っておりましてちょっと幼少期の方の話に移っていきたいなというふうに思います。事前に、えっと「ライフログ」という形で、えっと、人生の、はいえっと、どのようなことがえっと思い出されるかってところを書いてくださっているんですけれども。はい まず一番最初起点のところが、えっと、小4から中3まででしょうか、えっと、教室には行かずに、えっと、過ごされてきたというところであのご経験を記載し,していただいているんですけれどもこの時の,あのご経験というのはどのようなものだったでしょうかはいあの実はですねあの小4からその中3までの、まあ、約5年間が基本的にはあまり学校の方には行かずにですねあの自宅で。 家族や大人とばかり過ごしていたというあの時期になります。うん、いやなんか自分でもいろいろそうなってしまったっていうのはいろんなあの要因はあるのかなと思っているんですけれどもうん,なんか基本的には、まあ、あの自分で <laughs> 家にいながら勉強したりとか、えーまあ、家族といろいろ話したりとか結構自分と向き合うことが多いような時期だったように思います。うん、うん うん、その時こう、はい、自分と向き合った結果なんかこう気づかれたこととかその時考えてたこととかっていうのはどんなことだったんでしょうかそうですねいやなんか逆に、ね、いろいろきっと学校とかに行って教室で友達と過ごしていたらきっとその友達とかのいろんな価値観に触れるからこその。うん なんかこうそっちにもしかしたら流されてしまうみたいなこともあったのかもしれないですけどなんか一人で過ごすっていうことが本当に長かったのでなんか自分の気持ちに向き合ったりとかなんだろうな,なんか自分このままどういう生き方したいのかなとかどんなことがこう今嫌なのかなとかどういうことが幸せなのかなとかなんか自分のこう価値観をこうぐるぐると考えるような時間も。 多かったなというふうに感じています。結構その頃から、じゃあもう内省というか、<laughs> 向き合う時間をたくさん取られてたっていうことだったんですね。<laughs> そうですね。そうだと思います。<laughs> なんか感情としては、その、その時結構もやもやしてたのか、はい、それとも。ちょっと書いてくださってましたけど、うん、それをバネにして、将来もっと生きよく生きてやるみたいな子供ことも書いてくださったと思うんですけども。はい。まあ、どんなこう、モチベーションというか、気持ちのありようだったかというと、どんな感じだったんでしょうか、はい。ああ、そうですね。 どうだろうのもやもや410、うん、だとしたらもやもや4、はいはい、なんかちょっと頑張ろうみたいなのが6ぐらいな感じの感じだったかなと、はい、今振り返ると思うんですけれども、まあ、もやもやはでもやっぱりねちょっと一般のレールを外れてしまったっていうところがあって勉強ももちろんそのなかなかね一般の教室に通ってる子から比べたら遅れも出てしまうってうことも,ももちろんたくさんありましたし。うんうん、で なんだろうやっぱりその地元がその小さな地域だったっていうところもあるのでちょっとでも、ね、こあのそういう状況になってしまうとすごい人目もかなり気にしていたことも多かったしで、まあ、今後、ね、高校あの中学校までそういう状況だったのでなんか高校とか今後もなんか人生どうなるのかなみたいなところは自分の中ではいろいろ思うこともあったりしていたなっていうところも、うん、あ,のあったりして。 でも一方で、だろう、やっぱりこう内省をする、自分の気持ちに向き合うというか、そういったところもまあしやすい状況ではあったので、なんか、自分の中でいろいろ課題感だったりとか、その世の中とか、あの人間関係に関することとか、結構いろんなこう問題意識みたいなところは結構芽生えていて、じゃあ自分ならどういうふうにしたら、もっとなんか、皆さんが意思一緒してくれる人たちとかがこう気持ちよくいられるかなとか、 なんかどういうコミュニケーションを取ったらなんかいいのかなとか,なんかやっぱそういったこととかにもこう向き合うようなこともあったりして、うん、なんか結構、うん、もうちょっとよりよくもっと生きていきたいみたいなっていう内側から込み上げる、まあ、希望みたいなところはあったようには思いますあ,ありがとうございます。その頃から自分に向き合って だからこそ、はい、問題意識、ね、自分なりの問題意識っていうところに気づけたりして、どうしたらこう気持ちいい関係を築けるかとか、気持ちよく生きていけるかってところについて、まあ、考え始められていた、まさに今の活動、はい、先ほどの笑顔の皆さんの大事にされていることにもつながるポイントがその頃からもしかしたらあったのかもしれないってことですねあそうかもしれないですね。はい、ありがとうございます、うん でそこからですね先ほどあのおっしゃった、えっと、高校の、えっと、活動ですね、アナウンス、えっと、放送部での活動ですね、はいはい、に移っていかれると思うんですけれども、高校では、えっと、その状態からはこう、えっと、変わって、えっと、高校に入られてで、放送部で活動されていたということなんですけれども、こちらでどういう活動されていたかだったりとか、えっと、そこで得られた気づきだったりとか、どんなものがあったかっていうのをシェアしていただいてもよろしいでしょうか。はい あ放送部に入ったきっかけみたいなところから話していければ、はい、と思うんですけど、はい、えと高校にあの一応はあの入学ができてで一応まあ普通の,あの通学というかあの復帰をしたという感じなんですけれども、えっと、放送部に入ろうと思ったのはもう最初からなんか入ろうとはあまりこう思ってなくてどんな部活に入ろうかなというところを最初こう見学会とか。 オリエンテーションとかで考えているときになんだろうな,なんかあのすごい先輩たちもすごくこうしっかりコミュニケーションが取れたりとかなんかうちの高校の放送部ってなんか学校の運営じゃないですけれどもなんか生徒会並みにこう人前に立って司会をしたりとか、えー、と学校行事の撮影をしたりとか。 で先生たちとねお話をして調整をしたりとかなんか結構そういうふうによく動いてるあの人たちあの先輩たちとかも多くてで、えーとまあ、部活の見学とかにも行ったんですけどなんかすごくこう先輩たちもしっかりしていてあなんかこれまでねあの同年代と5年間ぐらいそこまでこう触れ合えなかった中であ地元にもこんなになんかしっかりした。 なんかリズっちゃうみたいになっちゃいますけど <laughs> こんなに同年代にもしっかりしたあのすごい人たちもいるんだなっていうことをあの思ったのとあとなんか見学の時にそのアナウンス原稿をこう渡されてそれを読んだ時にこうすごく楽しいなと自分の声を出して、うん、あの読むことっていうのが楽しいなっていうふうに思えてでなんかここだったら変われるかもって <laughs> これまでの自分を変えられるかもっていうふうに あの思ったのがあってそれでもう a やっていう感じに入ったのが最初の入部のきっかけだったっていうところですね。変われ,るかもしれないっていうのがあったんですねそこで。そうなんですよ、うん、そういうふうに感じたっていう。うん、入ってみられてどうでしたか。どんな、ま、活動されてどんな経験がありましたか、はいはい。あ、そうですね。あの結構あの本格的にあの放送局のような放送局の仕事のような活動をするんですけれども。 一、まあ、つはそのアナウンスというものがあって、まあ、もちろん発声練習をしたりとか発音とか話し方の、まあ、そういう基礎的な練習っていうところをやったりとかそうですねそれで、まあ、コンテストとかにもこう出たりしてで結構うちの,その私が通っていたあの高校の放送部が毎年全国大会に出場するあの結構こうけ あの地元の県の中でもあの強いあの放送部だったってこともあるんですけど結構ですねその <laughs> 大会に出るためにこう自分でアナウンス原稿を書いたりしてそれを地域の人たちにこう取材に行ってそれをこう400字ぐらいですかねこうまとめてあの書いてそれでこう読むっていうことの、まあ、練習をしたりとかあとうもう一つは番組制作っていうのもあったりして。 テレビドラマを作るとかラジオドラマを作るとかあとドキュメンタリーとかも取材して作るみたいな感じであのいろんなあの番組の,あの種類はあるんですけれども、まあ、そういったことをこう高校生ながらあのカメラを担いでマイクを持って取材をするみたいなこともあの少しやせていただいたりとかい結構貴重な経験ができたかなというふうに思います。<laughs> もう自分でアナウンスの原稿も書いたりするんですね、もうそれこそ自分で取材をして、テーマも自分で設定されるってことですかそうですね、テーマはですね、はい、基本的にそのコンテストの,あのあ<ー>内容でまあ決まっていて、はい、まあ今回は地域の人の何々を取材して、えー、とまとめてほしいとか、もしくはなんかこう学校内のこれこれを。 についてこうまとめるとか、うん、多分それぞれでこうお題みたいなのはあのあったようにはいあったと思います。はい、はい、うん。それでも濃い経験を <laughs> あの,あの放送部でされていてはい。そですね。はい、なんかその中で感じられたこととかってどんなことがありましたか。なんかワクワクしたこととか、はい、大変だったこととかどんなことが、はいらっしゃいますか。はい。いやなんかワクワクしたことはやっぱりこれまでの中学生までは。 なかなかねあの人前に立ったり誰かと思いっきり言葉を交わしてみたいなことは本当に少なかったので、うん、まず自分の声を使って表現できるっていうところに喜びを感じたのはすごく大きかったっていうのがありますね。でやっぱりそういう取材とかその一つのその伝える発信の何かをこう作るっていうことに対してやっぱりそのいろんな人とお話をしたりとか、まあ、社会をこう、うん いろんな視点で捉えることもすごく大事だっていうところはあの活動しながらこう先生顧問の先生にもご指導いただいたりしてそういう視点を養えたっていうところにもすごくこうあ世の中にはこんなに見えてないものがたくさんあってこういうものがたくあるんだっていうそういうワクワクしたっていうところが、まあ、あったっていうところがあります。でまあ一方でその大変だったところっていうのはいやなんかこうやっぱり。 やっぱりというかすごい厳しかったっていうところは結構正直なところで何 <laughs> て言うのかなやっぱりそのいろんな人たちとのコミュニケーションだったりとか、うん、えまあそういったところのやっぱり基礎みたいなところはもう徹底して先生たちもこうあの指導していたっていうところがあってなんか例えばまあもちろんね最初の挨拶とかもそうですし。 もう目配り気配り心配りっていうそういうところとかあとはなんかこう先生たちとか、まあ、先輩たちとか、まあ、いろんな人たちとコミュニケーションを取る機会が多い放送部だからこそやっぱりどういうふうに大人たちとかと接したらいいのかとかなんかこう失礼がないような対応だったりとかなんかその顧問の先生も結構熱いこう愛のあふれた先生で <laughs> すごく厳しかったんですけど <laughs>。 でもなんかすごいそういう人間的な精神面とかコミュニケーションの取り方みたいなところとかの基礎みたいなところは厳しかったけどやっぱり今思えばそういう経験はとても役に立っているように思っています。うん、はい。ありがとうございます。はい。厳しくても,、はい、もう頑張れたのでやっぱ先ほどおっしゃってたみたいなワクワクしてなんかその自分の声を使って表現する喜びとかなんかこう自分の世界が広がっていく新しい視点をこう知ることができる面白さ。 みたいなところがあったから、頑張れたっていうよ感じですか、はいあそね。そこもすごく大きな点でした。うん、でそれから、やっぱり、その五年間、それまで、まあ、青春時代がほぼなかったという、うん、言っても、感じだったので、なんか、高校時代でも、まあ、機械してやるじゃないですけれども、なんかこう。うん、今までできてなかった分、部活とか勉強とかも、思いっきり頑張ろう、みたいな。 なんか貯めてたエネルギーがかなりこう、うん、バーンって放出されてたみたいな、うん、っていうのもあって、まあ、ワクワクとか楽しさもあるし今までの,そのモヤモヤをこうモヤモヤがこう力に変わっていったみたいなところはあるのかなっていうふうにはすごく思います。ですそでエネルギーがが、うんはい、みななぎってまました <laughs> ありがとうございますなるほどかなり今のルーツになるような濃い経験を高校時代にされてるっていうことなんですね。 そうですね。はい、いや、なんか、かなり厳しかったので、でねはい、なんか、よくやってたなと思います。<laughs> アナウンサー、アナウンスも全国大会があるっていうことを、はい、昔ながら知らなくて、はい、まそれだけ目指すだけのトレーニングが必要な世界だったってことですね。そうですね。やっぱり発音とかね、はい、その辺の基礎から含め。うん、<laughs> はい。ありがとうございます。 その後、えっと、高校からえっと大学に進まれていて、うんはい、大学は本当になんかこう可能性を感じて、まあ、楽しい時期だったとっいうふうに書いてくださっていると思うんですけれども、はい、大学時代はどんなえっと過ごされ方をしていましたか、何かこう特にこれを覚えているなどがあったらあの教えていただけたらありがたいなと思っています。大学時代ははでですねあの一旦地元の県ではなくあの地元元ののの県県なく以外の あの神奈川県の方の大学に進学をしたんですけれども、うん、そうですね大学時代はとにかく羽を広げて <laughs> 学内と学外両方ともすごくこういろんな活動に参加をしてでいろんな人と出会ってっていうのをひたすらやってたように感じます。<laughs> はい、いやなんかすごい大学に行って、まあ、すごくこうびっくりしたというか。 なんかすごい人間関係の幅があ,のありがたいことにもこう広げることができたっていうところがあってなんか私あの高校時代まではあまりこう人間関係とかコミュニケーションとか結構悩むことも多かったり窮屈に感じることとかもあ,のあったんですけどでもなんか大学に行ったらなんかすごくこう周りにいるあの学生さんとかお友達とかもなんかすごくいい子たちがすごく あ,のありがたいことに多くてで、ね、なんかすごいこうあ仲良くしてくれたりとか逆にすごい良くしてくれたりっていう人たちもあの結構いてあなんかすごいいろいろこう場所が違ったり何かこうまた違う場所に行ったりすると自分に合う人たち価値観に合う人たちとも出会えたりとかうんなんかあの居心う。 居やすいこう、行きやすい場所みたいなところも場所場所でやっぱりあったりするんだなっていうところは、なんかすごくうん、あの嬉しかったというか、すごいびっくりした点だったなと思います。というのも本当に高校時代までほとんど友達もあまり作れなかったので、うん、私、このまま友達いないのかなぐらいで <laughs> 思ってたんですけれども、なんか大学に行ったらですね、なんかありなのままの,その楽しいワクワクした自分が、 自分をなんか受け止めてくれる人たちとなかたくさん出会えて、うん、なんかそれがすごいなんか希望になったというか <laughs> なんかね本当に今悩んでてもなんか場所がまた違ったり人と出会っていけばなんかまた楽しく生きていけるんだなっていうのをま知れたっていうところが一つ大きかったように思います。うん。うん、自分らしくいても受け入れられるそのままの自分があ認められるような。 環境っていうのもあるんだし、うん、そういう人との関係性でもあるんだってことに気づかれた。あそうですそうです、はい、はい。それはあれですよねいろんなやっぱり活動いろんな場所に出かけていっていろんな活動をしから <laughs> 見つかったものだと思うんですけれども、はい、まあ書いてくださってたところでいくともう本当にいろいろされてますよねあの、うん、なんだろうえっと文化祭だったりとかゼミのネットフリーダーだったり大学の広報誌の担当だったりとか、はい、オープンキャンパスの担当チャリティー団体 <laughs> フェアトレードのイベントの企画、放送局のアルバイト、NHK のアナウンススクールに通っていた、新聞社でインターンみたいな感じでも、<laughs> すごい行動力だなっていうふうに思うんですけれども、いやありがとうございます、えー、<laughs> あったから先ほどのような気づきが得られたと思うんですが、このはい、行動力の源泉というか、なんかここまでいろんな活動を積極的にできた、はい、なんか大学ってあの人によってこう流されやすいようなあの環境でもあったりすると思うんですけど、うん、ここまで自分 こう主体的に選択していろいろ行動できたのはなんかこうどういうモチベーションだったり、はい、その理由って何か思われてることとかってありますか、はい、やっぱり原動力になっていたのは高校時代の経験で、うん、まあ将来は、まあ、当時はこうアナウンサーという職業に就、うん、きたいなという気持ちもすごく強くて、うんでまあ、そういうメディアとか自分の言葉を使って何かこう、まあ、報道じゃないですけれどもそういう 言葉を使って何かこう伝えていくようなもし立場になるとした場合になんか自分の中にいろんな引き出しを作ったりとかいろんな人の外コミュニケーションが取れるような自分になっておきたいなっていう気持ちがあってでやっぱりその当時は夢に向かってあの進んでいたからっていうのは結構大きかったかなというふうに思います何歳になりたいとかその報道に関わっていきたいっていうのがもう高校の時に <laughs> あの心にあって。 はい。あのこうつながるような活動をもひたすらたくさん選択していったっていうのは大学生がだったってことでしょうか。そうですそうです。なのでやっぱり高校時代の時に自分が目指していきたい方向がまあ,ありがたいことにこう少し見えてたっていうこともあのあったので、やっぱりそうすると目的意識じゃないですけれども原動力とかパワーにはなっていくのかなというふうには感じました。ありがとうございます。はい、うん。そうですね。なんかこう自分の中にやりたいことがあったら。 なんか自然とこうあこれもいいなこれもいいなってなってきますよね。そうですね。<laughs> はい。ここも興味あるなだったりとか、はい、ここもこういう力も身につけたいなとか、うそういったモードにも入っていたっていうことなんですね。そうですね。なんか不思議とまあもちろん行動していたっていうところもある。 とは思いますけどなんか人とこうひ、まあ、お友達ができるっていうところでつながりができてそれでこういう活動もあるよこういうああいう活動もあるよっていう感じでいっぱいいろんなところからあ,のありがたいことに声をかけていただいてあの広がっていった結果そうなったっていうところは結構あるのかなと思います。なるほど、はい、そうですよね。自分がが気持ちちよく接,接するることとできる人たちとの出会いいかららさに新しいその そうなんかリンクするような活動へのご紹介とかつながりとかもてきていくみたいなどんどんドミノ倒しみたいにこうつながっていやそうですね確かに、うん、やっぱり自分もあこの人たちだったらすごく楽しくいられるなっていうやっぱ納得感が、ねうん、こうある環境だからこそきっとそういうふうにつながっていったっていうのも確かにあるかもしれないですね、うん、はい、うん、ありがとうございます大学はかなり充実された時を過ごされたということで今後、はい ご就職されて、最初は、えっと、番組制作会社で AD をされていたということなんですけれども、はいはい、こちらはそうですね、念願かなっていうのは、報道に関わる仕事、うん、報道とかその番組制作に関わる仕事ってことだったと思うんですけれども、はい、実際入ってみて、どんなことを感じられたかっていうのを教えていただいてもよろしいでしょうか。そうですねそ、番組制作会社は。はいあ そうそうあの番組制作会社になぜ入ったのかみたいなちょっとその経緯からも出、はいはい、と思うんですけれども当時はあのアナウンサーの方も、まあ、一番目指していたっていうところもあったのであのアナウンサー職もこう就活であの大学3年生4年生でこう受けていくっていうところもやっている中で、まあ、なかなかねこうちょっと狭き門だっていうところもあってあの、まあ、なかなかこう最後まで残るみたいなことがちょっと。 あの難ししいっていうとうころもももあったりしたりんでですけれどもでも、ね、せっかくいろいろ放送関係の仕事とかにも、まあ、あの興味を持っていたっていうこともあったので就活の途中の段途中段階で、えー、と放送局とかその番組に携われる仕事って他にないだろうかっていうふうに調べた時になんかじゃあ番組の裏方とかその制作側の方もちょっと見ていこうかなっていうところで。 あの知っったたののが番組の制作会社っていう存在でしたで私はもともと放送局の人たちが番組を全部作ってるもんだってあの勝手ながら思っていたんですけどでも実はあのそれだけではなくて。 えといろんな番組を作っているそういう会社がたくさんあってじゃあこの会社さんこの会社はどこどこの局の番この番組っていう形であのいろんな番組をこういろんな局の番組を作っている制作会社がこんなにあるんだっていうところは就職活動を通じて実はあの知ったことで,で自分としてはでいろんなこうジャンルがあるんですよねバラエティーを作って。 たくさん作ってる番組、社会派の番組教育系とかもあったりする中で,で自分はなんか今までの,、まああの小中学生時代とか、まあ、高校大学までの経験が結構あのを踏まえた時にやっぱり自分の中でんなんかこう人や社会に優しいあの報道ができる人になりたいっていうところは一つありましたのでそうすると公共放送の、まあ、NHK 関連のお仕事。 だとやりがいを感じられるんじゃないかっていうところをあの思いましてであのまあいろいろそう制作会社を受けている時に NHK 関連の番組をたくさん作っている会社さんがありましてそこにまあなんとかあの内定をいただけて入ったっていうところがまず経緯になりましてそれでそうですねやった内容はほんと番組制作の本当に全般に携われるっていうところはあるので。 もう本当に映像制作番組制作をあのがっつりやっていきたいっていう方にはとてもおすすめな環境なんじゃないかなというふうに <laughs> あの感じました職種としては AD さんになるんですか、ね、そうですね最初入社した時の、まあ本当新卒1年目2年目、まあ、3年目ぐらいまではあのアシスタントディレクター、まあ、AD をやってる人たちが多いと思うんですけど、まあ、ゆくゆくはディレクターとかプロデューサーっていう形であの番組を こう指揮したり企画をしたりっていう風側に三年目以上ぐらいですかねからまあ上がっていくっていうようなシステムの会社でした、うん、小池さんは最初その AD の活動、はい、お仕事されていたってことだったんです、ね、あ、そうですねはい。はい、結構そのお仕事としてはこう厳しさもあるみたいなことを書いてくださってたと思うんですけど結構やっぱり、はい、あのお仕事内容自体も難しかったりとか、はい、厳しさを感じるようなものだったりとかされたんですか そうですねまあ本当社会人になって、まあ本当初めての会社がそこっていうところもありなかなかわからないことだらけっていうのはももちろんその中ではあったんですけどうん、うん、本当ありとあらゆることをあのほとんど一人でやるっていうことが多くてあのまあある人あるこう教育番組を例えばあの作りますっていうふうになったとしてんだろうなえっ、ー、と例えばえー、なんかこう 今のこう社会問題を何かピックアップしてそれの再現ドラマとそれを見ながらこうタレントさんが語るみたいなそういう番組にも携わらせてもらった時のことをお話しすると本当にその再現ドラマを作るっていうところにあたってもこうじゃあどんな道で撮影しようかなとか <laughs> あのどういうタレントさんにその再現ドラマ演じてもらおうかなとかっていうまあオーディションも実はしたりとかもしますし。 あとじゃあ衣装をどうしようか、じゃ衣装を自分で選んで買ってこなきゃっていうところもや,らないや,るやっていましたし、ね、でロケ先の,その場所とかも、じゃどういうお家のシーンがあれば、お家をあのお借りしなきゃいけないというところもあって、撮影場所をたくさん探したりとかっていうので、あとロケ、お弁当とかもです、ね、<laughs> 探したりっていうところもあって、ありとあらゆるその番組を作るまでのまあ準備面だったりっていうのを、セッティングは。 やれたっていうまあ裏方のなんでしょうねなんか全般に携われたところはなんかすごく貴重だったなというふうに思います。もう本当に全部やるんですね。<laughs> 全部やります。<laughs> <laughs> フル稼働ですね。録録、ね、弁の手配とかも、ね。<laughs> はい。はい、それだけやっぱ裏でいろんな準備があって番組ができてるんだってところを気づく経験にもなったって貴重な経験ですね。すごい。 いやそうですね、なんかこう、私はこれまでは番組というものは出演者さんとか、なんか、なんていうのかな、やっぱそれぞれ分業になってることがすごく多くて、であの出演者さんもこう、ね、あのタレントさんとか、まあ、いらっしゃるんですけれども、やっぱり気持ちよくその演じていただいたりとか、まあ、お話ししてもらうためにも、まあ、ロケ弁をね、そういうふうに手配したりとか、控え室をきれいに保って、でまあ、お飲み物とかも、なんていうのかな。 なんかこうペットボトルとか水とかも用意するんですけどそこにこうストローを例えば刺してあげて、うんうん、そうするとやっぱ口紅が落ちにくいそういう気遣いっていうんですかねそういうものとかもあのやっていたりとか何て言うのかなやっぱりその番組がより良くなりたってこうとあの撮影ができるためにはっていうところの細かいところも含めたそういう気遣いみたいなところもやっぱりすごくこう。 裏方がいるからこそこう成り立ってるんだなっていうところにも気づけていて裏方ってすごい黒子的な存在ではあると思うんですけれどもでやっぱり、ね、出演者さんとか表舞台に出る人たちがやっぱり目立つ、まあ、それはもちろんあのそうなるのはもちろんなんですけれどもでもやっぱりその私自分としてはなんか何て言うのかな裏方も、まあ、出演者さんもみんなを含めた形でなんか大切に。 しながらなんかそういう仕事をする大切さみたいなところは自分の中でもすごくこうよく考えされられたりなんか大事にしていきたいなっていう価値観がなんか芽生えたような気がしますす,すごい気遣いのレベルですね、はいはい、お飲み物ストローをつけてところまで普段考えられないと思うのでこうん、う,ういうあのレベルの高さで考えられたらすごい 素敵な経験だなというふうに感じました。そうですね。はい、自分もやってみないとね。普通にただペットボトルポンって置くだけだったかもしれないんですけど、そこまでやるんだっていうのがすごくお聞きしました。ありがとうございます。まあ、そこから、えっと、その後ですね。P. R. 会社に転職をされると同時に。はい。えっと、インターネットラジオ局のパーソナリティとしてのご活動を。開始されていると思うんですけれども。はい。このなんかこう、環境また自分、あの、変化させるってところについては、どのようなあの心境の変化。 でえっとこのような活動をチェンジされているのかっていうところと、はい、はい、どのようなえっとそうですね、あそうですねまずそこですねどういうふうに心境の変化があって、はい、そちらにチェンジされたのかお伺いしたいでしょうか、はい。あはいありがとうございます。はい、そうですねあの番組制作会社の方であの番組のね制作に携わってきてはいたんですけれども、でもなんか元々そのねアナウンサーとか自分の言葉を使ってなんか報道とか話す方の仕事へのこうやっぱり 興味だったりっていうところもずっとやっぱり持ち続けてる自分がいてなんかその番組の制作会社にいた場合だとやっぱりその番組を作る専門家映像を作る専門家っていうところをどんどんこう力をつけてなっていくっていう、うん、まあ今後の進路じゃないですけれども <laughs> っていう状況になってくるのででも自分って その当時の自分はそれを本当に目指したいのかっていうのがまだ心が決めきれてなかったっていうところがやっぱり正直あってやっぱりそうするとそのプロ集団の中にいると本当に先輩たちもやっぱりちゃんとしたその制作者として育てようっていう本当にこう熱い人があのせあの職人みたいな人たちが本当に多くて本当に素晴らしいなとは思うんですけれどもでも自分の中ではなんかこんなもやもやを抱えたままそこにいたら 良くないなと <laughs> すごく悩んでいた時期も結構長くてですねそれでまあいやーなんかこうねなんとか狭き門の放送業界のに関わる仕事に行けたは行けたもののでもちょっとねあの気持ち的につらくなってしまったっていうところもありでいっ、まあ、ちょっとここであのやめてもう一回考えようとっていうところがまあ一つ大きな起点になったのかなというのがあります。 なるほどそこをやっぱりそうですね、うん、映像を作る専門家としてこう制作者育てようっていう環境の中で自分が違うとしたら、うん、やっぱそこは双方にとってミスマッチというか、うんうん、そうなんですよ。できないっていうふうに考えられたってことなんですか、うん、あそうですそうですはい、うん。ありがとうございます。それで、えっと、PR 会社とインターネットラジオ局のパーソナリティという新しい道を選択されてると思うんですけども、はい、この選択をされたのはどんなことが理由でこの2つを選択されましたか はいまず、まあ、あの前職の制作会社を退職してその後本ほんと今後どうしようかなって、うん、あの悩んだんですよね。あのまあ、夢だった放送業界も結構ね短い期間でまあ辞めてしまったっていうところもあってでまたでもアナウンサーを目指すかって言ったらちょっと何とも気持ちがこう定まらないみたいなところもあったりしてで、まあ、自分としてやっぱりね あのなんかこう人と人をこう人とまあ寄り添って応援するじゃないですけれどもなんかそういったところもこう大事にしたいっていうところもあの思っていたのでそうするとそのまあ PR 会社っていうところが一、まあ、つのねいろんな企業さんが会ったときにその商品やサービスをその会社の方の広報さんと一緒に何かこう世に出していくとか。 こう伝えていくとかそういったものに携われるんじゃないかっていうのはすごくこうちょっとこうあなんかやってみたいなっていうこともすごい思ったりしてそれでまあ,あのま転職で、まあ、面接受けてあのご縁をいただいて、ま、内定をしたっていうところがあってであとまあインターネットラジオ局になんで <laughs> 活動が始まったのかっていうところなんですけれども。はい <laughs> いやなんかそこも私まさかのっていう感じで全然、うん、あの予想外の出来事だったんですね。転職活動中に、まあ、ちょっと時間があるのでたまたまヨガをやる一般のイベントに参加したんですよ。<laughs> ヨガですか <laughs>、はい、<laughs> そうしたらたまたまそのインターネットラジオ局のパーソナリティとして活動している方が普通にあの参加者さんにいらっしゃってでお話をしたら 今ラジオの活動、実は私、やってるんだけどで、本局が大阪にあるんですが、あの東京局の方もあの近々できるから、なんか説明会とかもやるみたいだから、よかったら聞きに来てみたらってことで言っていただけて、そこからの始まりです。<laughs> そうだったんですね <laughs> でもすごい出会いですねなんかもうか<れ>神様のそうなんですよなんか自分はねそういうアナウンサー系の,あの活動とか仕事とかをする場合はやっぱり放送局に就職活動しないとできないのかなってやっぱり FM 局とかテレビ局とか、まあ、そういうイメージしか当時は本当になかったので、まあそんな感じでなんかつ <laughs> ながってラジオのパーソナリティになれるのかっていうのはちょっと衝撃なでき ことでした。<laughs> すごい気づきですよね。それって僕もあの <laughs> 普通に考えたらなんかすごく本当に狭いもんというか本当に一部の人しかできないこと、はい、だと思ってたんですけれども、本当にやっぱり実はちゃんと出会えたらミデがあるっていうところですよね。はい、そうなんですよ。すごいなんか感動しました。なんかその、はい、そういうふうな形で夢を叶えられるってこともあるんだなという風に思いました、うん。そうなんですよ。はい、なので本当人とのつながりとか なんかやっぱり夢はねこう諦めなければ叶う時もあるんだなっていうのを知った瞬間だったように思います。うんうんうん、ありがとうございます。で実際にそのえっと今ご活動ですねインターネットのラジオのパーソナリティ始められてというところなんですけれども、はい、えっと最初にちょっとお聞きはしたんですがもう少しあのお聞きしたいなというふうに思っておりまして応援したいっていう気持ちでやってらっしゃるということなんですけれども。 えっと、塩田さんはどういう時にこ,うこの人を応援したいなとか思ったりこ,この活動を世の中に発信したいなというふうに思われたりされますかあなるほどなんかそのお相手の方の、ま、活動内容仕事内容へのその思いを感じた瞬間が、うん、結構応援したいなっていうふうに思うかなというふうに思いますね。 な,んかなかなかやっぱ表面的にこういう活動やってますああいう活動やってますみたいなことは分かってもなんか本当の思いだったりとかこう人となりみたいなところが現れた瞬間にこう親近感が湧くというか <laughs> で実際にお話をしてみた時になんか自分としてもこう、まあ、波長が合うじゃないですけれどもこうなんか相性が合いそうだなとかなんか大事にしてることが似てるなとかなんかそういったところが垣間見えるとなんかご一緒してお話ししたいなみたいに思うかなというふうに思います。 あ,うん、ありがとうございます。その人なりの,あの価値観とか思いとかが活動だけじゃなくて見えた時に、はい、なんか人にすごく興味を持ったりとか、はい、この人の活動いいなと思ったりしますよね。そうなんですよ。<laughs> その思いをすごい共感します。このユニークの <laughs> 活動、はい、<laughs> やってるぐらいい。実際にやってみていかがですかこのなんでしょう、まあこね、インターネットラジオのパーソナリティって活動を通して。 なんか気づけたこととか,なんかこの活動やったからこそなんか分かったこととかそういったものはあったりされますか,、うん、なんか一ついくつかは結構あって、はいはい、一つはやっぱりその、ま、狭き門のアナウンサー職っていうところを、まあ、長らく高校時代から目指してきた身として多分何かしらそういう叶えないとずっと後遺症を引きずるなっていうのはあったと思うんですね。 ね、結構ねそういう人たちもきっとアナウンサー目指してた子たちも周りにあのいるんですけれども、うん、なんかやっぱりそこを自分らしいその放送で、まあ、話すっていうそういう声を使った仕事活動をするっていうところをするっていうのがまず自分としての生きがいになるっていうところが一つあるんだなっていうなんか自分らしい活動ができてるなっていう,こう生きてる感覚になるっていうところは一つあるのかなっていうのは一つ気づきがありまして。 あとはそうですね、まあ、いろんな人と出会えるようになったっていうところは <laughs> 一つあると思っていてやっぱりその取材を通して、ね、普段なかなかあのつながる、まあ、つながったとしても深いところまで話すっていうのは取材だからこそできるっていうところもあると思うのでやっぱりいろんな人たちの思いに触れたりあの深い話なんですかねなんかやっぱり人とこう密度っぽく。 あの話をする機会ができることで、より深く、そして広く人間関係を広げていけるっていうところもあるんじゃないかなってところはあると思います。ありがとうございます。はい、まさに生きがいを感じられる仕事に出会えたっていうところと、すごい。そうですよね。あの、そういった活動されるからこそ、深く広く人間関係を築いていく。はい、まさに。うん 柴田さんがやりたかったようなことが仕事、うん、この仕事を通じてできているということなんですね。あ、そうですね。そうですね。うん。ありがとうございます。今、そのインターネットパーソナリインターネットラジオのパーソナリティっていう活動の他にも、なんかいろいろとこうイベントの司会だったりとか。他の活動もされている、幅広くされているってこともお伺いしたんですけども、ね。はい、どんなことを例えばされて、今、いらっしゃいますか。はい。と、いくつかあって、えっ、ー、と、一つは、あの。 高校生向けの,そのいろんな社会人の話をこう聞いていけるっていうそういうキャリア教育の、まあ、活動っていうところもあって、まあ、それはあのお仕事を通じてもそうだし、えーとまあ、ボランティアの活動としてもやってるんですけれどもそうですねなので自分のやっぱり高校時代のキャリアの出来事とかが。 やっぱり今につながるってところもあるのでなんかそういう若い方たちにあのいろんな社会人の話を聞いてもらうっていう活動を一、まあ、つやってるっていうところがあります。あとはですねあの本当たまたまあの放送局での,その社会人になったばかりの頃の仕事仕事場であの知り合った方がですねあのプライベートで映画イベントをあの企画している方と実はつながって。 そ,うなんですでそれで、えーとまあ、戦争の,その記憶とか記録を語り継いでいくそういう映画の、えー、イベントをしていくっていう方がいらっしゃるんですけどと、まあ、そこであのぜひあの手伝ってくれないかっていうところで声をかけていただいてで毎年夏実は開催をしているんですけどでその方もこう私がラジオをしたりそのアナウンス系の,あの仕事とか、まあ、活動をしているってことも知ってくださっているので。 じゃあイベントの,そのホールでやるからホールの裏の影でやるそのホールのアナウンスを、うん、あのしてもらえないかっていうところで、まあ、お仕事をいただいたりっていうところもあったりしてのでそういうあの伝えていく社会的なそういう活動を <laughs> <の>、うん、やってるっていうこともあったり、はい、最近はしています。 素敵だし楽しいですね。<laughs> <laughs> そうですね。なんか自分のね、そういうやりたいこととか強みを自分がこう、うん、まさにその映画祭を主催している方も自分としても応援したいなって思ってる方ですし、なんか応援したいなと思える人たちを自分のスキルをまあ生かしてそういうご一緒できるっていうところは本当になんか嬉しいなって感じる瞬間ですね。うん,うん。うん、本当にいいサイクルが回ってますね。なんかこうどん,どん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 その応援の形が増えていく。<laughs> うんうんスキルってところが活かされてしかもそれがやっぱり高まってことによって認知がされてまた出会いが生まれてっていうすごい良いサイクルですね。はい、そうですね。うん、あとありがたいですね本当に。すごい素敵ですね。ありがとうございます。はい、そんな形でも今も,もすでにいろんな活動を <laughs> されていると思うんですけれども、はい、今後えっと柴田さんがあの目指されていることだったりとかこんな風になっていったら素敵だなって思うような。 未来の形とかなんか展望みたいなところがありましたら、是非最後お伺いしてもよろしいでしょうか。はいいや、なんか本当に自分がなんかすごい。こうまあ、ある意味、生きがいを持って仕事や活動をまあ行えていて、なんか日々生きてるのが楽しいなと思えたらすごいいいなっていう風に <laughs> 思っているんですけれどもそうですね。なんかやっぱり自分が。 本当にいろいろお話出てきたように応援したいなと思える方たちを何か自分の,その今までやってきたスキルとかをまあ引き続きアップデートしていってまあアナウンスだったりそういったこととかでえま,あまた今後もご一緒したりとか <laughs>、うん、あのまあいい循環がまた続いていけばいいなっていうところは一つ思っています。あとやっぱり一人一人と やっぱりコミュニケーションをすごくこう大事に取って、まあ、なかなか、ね、時間もかかったりすることではあるんですけどすごくコミュニケーションをやっぱりこう丁寧に取っていくお互いがやっぱり気持ちよくあこの人とご一緒したら楽しいなとかすごい良かったなって言ってもらえるような、まあ、人であってあれたらいいなっていう、まあ、すごい抽象的な話で <laughs> 恐縮なんですけれどもそんな形で過ごしていきたいっていうところがあります。 はい、すごい素敵ですね、はい、やっぱり今のすで <laughs> にす晴らしくて素敵な活動されているんで <laughs> すけど、それがどん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 こう広がっていく、はい、世界例えば未来をイメージされているということですね。でそれで、よりいい人間関係だったりとか、うん、コミュニケーションを丁寧に取っていくことで、それがどんどん広がっていくというような世界ですね。本当に ちょっともうすごい聞いててバックバクしました。本当ですか。いや嬉しいです。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。では、はい、えっと天候もお聞きしましたので一旦ここでえっと切らせていただきましてはいはいえっと質問があればというところでお受け付けをしたいと思うんですけれどもえっと今日ご参加さあのしていただいている皆さんからもし質問があればチャットでもえっとご発生していただいてもいいんですが何か質問がありましたら、えー、よろしくお願いいたします。 なければ僕の方から質問させていただくのでちょっとだけ待ちたいと思います。お えっと質問いただいておりますね。はい。はい、他に夢は何かありますかということなんですけれども、柴田さん、いかがでしょうか,かはい。はい。はい。あ,ありがとうごいます。はい。ご、はい、質問ありがとうございます。そうですね。他に夢、なんか、なんていうのかな。なんか、これといって絶対これをみたいなのっていうのはあまり実はなくて、なんか、なんていうのかな。でも、なんか全、人生全般を通して、やっぱり自分がこう、 自分としてこう納得感を持ちながら、かつなんか応援したいなとか、この人といて楽しいなって思える人たちと一緒に何かをこう、まあ、やっていく中で、それをこう応援できれば、なんか自分としても幸せだなっていうふうに感じることが多いんですけど、まあ、できればなんか自分としてはこう洗練された生活じゃないですけれども、あの <laughs> 遅れたらいいなっていう感じです。はい <laughs> ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> ます僕からも最後質問一つよろしいでしょうか。そのかはい、コミュニケーション、やっぱりより良い人間関係をこう作るってことを、やっぱりすごく意識されて、うんえっと、やってらっしゃる柴田さんにだからこそお聞きしたいんですけれども、はい、やっぱ人間関係をこう作っていく中で、 大事なこととか、こうすごくこう意識したらこう変わるんじゃないかって思うようなポイントとかありましたらぜひ、うん、えっとアドバイスいただけたら嬉しいなと思ってまして、はい、なんかその点で考えていらっしゃることとかってございますか？はいあ、ありがとうございます。なんかアドバイスがちょっと,と恐縮なんですけれども。<laughs> <laughs> あのそうですねなんかほんと身近なところとかもそうなんですけれども何か例えばちょっとこうメールのやり取りとかメッセージのやり取りもそうですけどただなんか承知しましたとかって一言でこう済ませるっていうよりはなんかやっぱり何か一言何か相手が喜びそうな一言を付け加えるとかあと何だろうな,なんかこう何て言うんですかね文章上のコミュニケーションが多いからなのか何かこうドライな人間関係になりやすいのかなっていうふうに感じる場面も結構あるんですけど。<laughs> その中に何かこうほっこりポイントじゃないですけれども何かこう温かさを感じるような何かこう姿勢を見せるとかまあ相手が喜びそうな何か一言を入れるとか、まあ、であなんか会った時にはこう笑顔で相槌を入れて話を聞くとかなんかちょっとしたことでもいいんですけれどもやっぱそういう人 あのアクションがあるかないかでやっぱり相手も話しやすいとか楽しいなとかっていうのも変わるのかなとも思うので、うん、何かそのちょっとしたやっぱり心がけで丁寧なコミュニケーションを意識していくことは、まあ、自分も大事にしたいなとも思いますし、うん、なんか文章上のコミュニケーションとかオンラインが多いからこそなんかこう人としての部分が表れるようなっていうところも大事にされるとうん、うん いいんじゃないかと、自分,にまあ、いあの自分に言うようなつもりで言ってるんですけれども、はい、と,いといいううふうに思います、はい、めちゃくちゃ勉強になりました。<笑><笑>ね、恐れ入ります。<laughs> はい、あもう一個いただいて、まだお時間あるので、お伺いできたらと思いますが、はい、これまで後悔失敗されたこと、また長所やご自身の強みがあるかお聞きしたいです、はい、ということですが。 あお時間まだありますので、はい、お伺いしてもよろしいでしょうかあ。はい、ご質問ありがとうございます。そうですね、後悔失敗されたこと。ああ、そうですね、なんだろうな。なんだろう、でも結構いろいろあると思うんですけれども、後悔か、なんだろう。なんか、いろいろ考えちゃいますね。<laughs> なんか、なんだろうな。もうちょっと青春時代とか、 もうちょっとこう小中学生時代とかもうちょっと何かまたね環境が違ったら違う自分にもなってたかもしれないしなんか当時の自分はもっと普通の人間で生きてきたかったってこともすごい思っていたのでなんか <laughs> すいませんうまくまとまらないんですけれどもなんか普通のんなんかそういう日常を本当にその青春時代を <laughs> 過ごせって。 過ごせられたら良かったなっていうところはまあ一つ後悔なのかな分<あ>かんないですけれどもっていうのは違う人生みたいなそうですねっていうのはあるので、まあ、日常を、ね、楽しく過ごせるっていうことは大事だなと思うんです、うん、でも逆にそういう経験があったからこそなんか今もそういう、まあ、自分の軸みたいなところも芽生えているのかなと思うのであんまり失敗とか後悔とかそんなに考えないようにしてるのかもしれないですねうん、うん、あとと長所とか 強みそうですねなんだろうでもよくなんか自分で <laughs> 言っちゃってそう申し訳ないんですけれども,でもなんかすごい話しやすいっていうのはすごいよく言われるかなっていうところがあってうんうん,なんかんだろうでもなんかそれちょっなんでだろうなと思った時にやっぱり自分もその黒歴史じゃないですけれどもやっぱ苦悩みたいなところを <laughs> がまあ、持ってるからこそ多分いろんな立場の人に向き合いやすいっていうところは、まあ、一つそこが強みなのかなっていうところがあってやっぱりそういうちょっと苦悩とか自分のまあそこから芽生える思いとかを何かなんていうのかなそういったところをこう伝えるからこその深い話ができるみたいなそういうそこがまあ,ある意味いい人間関係とか。 人としての本質的な人間関係を作っていけるところにも、なんかつながっているような気がしていて、うんうん、なんか今までの経験と、まあ話しやすさみたいな <laughs> ところは <laughs> 強みになっているのかもしれないです。うん,う,んう,んうん、うん、うん、はい。結構、ね、自己開示というか、やっぱり大事にされているんですか。はい、その苦労した経験のシェアとか、あ、はい、そうですね。なんかね、ラジオの時とかも、こう取材。 あの事前の打ち合わせをする時にもね結構なるべく自分がこれまで思ってきたこととか実は自分こういう経験してきてみたいなところもちょっと自己開示をすることで逆にあの相手のインタビューをね受けてくださる方たちもなんか安心して話せるきっかけになったらいいなとかっていうのも思いながらあの思っていますしなんかあとなんかなんていうのかなやっぱり今回もねこういう機会をいただいて自分のことをこうお話しさせていただいたんですけれども。 ちょっと前にも実はスピーチコンテストにこうあの出た経験がありましてそういったところでも、まあ、仕事とか働き方みたいなそういうテーマだったんですけどやっぱり自分のこれまで持ってきた課題感みたいなところも踏まえてお話をしてで,そう,です、ね、そういった自分のやってきた苦悩とか、まあ、自己開示みたいなことをすることでよりそれに共感したり応援したいなと思,える思ってくださる方がまた、ね、身近にこういらっしゃる場合もあると思うので。 なんか自己開示するっていうこともなんか自分らしく生きていける、えー、きっかけにはなるのかなというふうに思います。うん,うん、ありがとうございます。そうです、ね。はい、自己開示することによってそれに共感した人がはい、また何かこう機会もくれたり、うん、機会に繋がっていったりする、うん、いうようなことですね、はい。うん、あ、そうですそうです。はい、はい。ありがとうございます。とても学びになりましたというコメントもいただいて、えー、あ、ありがとうございます。うん、はい。はい、はい。ではえっと。 お時間になりましたので、もともとお話聞きたかったですけれども、はい、今日はここではい、締めさせていただきたいと思います。はい、えー、今回は、えー、柴田悦子さんに、えっと、お越しいただきまして、はい、ユニークキャリアラウンジさせていただきました。えっと、柴田さん、今日もありがとうございました。はい、こちらこそ、ありがとうございました。それでは、失礼いたします。